の喪失信頼すべき相手の喪失裏切りまたは死去などに遭遇し未来への希望を失った時人は絶望に陥る戦争などの極限状態では絶望が起こりやすい平時でも強姦や児童虐待リストラやいじめなど辛い経験に遭遇し絶望することがあるまた 幼少期の児童虐待や育児放棄等によって、成人期に精神疾患境界性パーソナリティ障害により、絶望が増強することがある。絶望している際は、ひどい孤独感、世界から孤立し社会的に見捨てられたような感覚に襲われ、場合によっては自殺を考えるに至る。自殺に至らなくても、生きているのが辛いというのも、絶望の末期と考えられる。 絶望に陥りやすいパーソナリティがあるという説がある。完璧主義的な人は、自分では乗り越えられない壁にぶつかると絶望しやすい。自尊心の低すぎる人は絶望しやすいともされる。実存主義の哲学者セイレン・キルケ・ゴールは、著書、死に至る病において、絶望の根底には、自己意識があり、絶望とは死に至る病なのだと述べた上で、絶望の対極に神による、 罪の許しをあげている。ありがとうございます。